今回は相手が三差に入ってきたときに使えるハメ手を解説していきたいと思います。まあこの動画はですね、まあ前回、まあ4年前にこの YouTube 始めた初期の初期に投稿した動画のアップデート版、最新版となります。でこちらに黒が二連勝、すぐに三差に入った形ですね。 でこここででで白ががすすぐにに切っていくのが非常に有力なハメ手ですねでこれに対して黒が取るのがこれ前回の動画で黒は黒ハマりですよという紹介をしたんですけどこれ AI を使ってみると黒が悪くないんですよねこれでも。まあ、というのもこういうふうに打ちまして、まあ、取りますよね。 で取った時にこちらに次まして、まあこれ見た目はね上辺の進出も左辺の進出も両方止められているので、見た目は黒が相当悪そうに見えるんですけど、この後黒から非常に有力な狙いがあるんですね。この後こちらにすぐに覗いていくのが非常に有力な狙いなんですね。これに対して白がつなぐのはもうこの交換だけで黒が効かしてますので、黒が不満ない別れなんですね。こうなれば。 まあなんですが、まあ、白も、これ、ついだらけ聞かされなので、白も反発してきますね。例えば、こういうふうに反発していくんですけど、これも構わず切っちゃいまして、なんか白がこういうふうに隅の黒を取りに来たらですね、一、まあ、回出て、もうこういうふうに打ちまして、例えばなんか、白がこの隅の黒をね、必死に取りに来たらですね、一、まあ、回こういうふうに受けまして、 黒としてはこれれ最悪取らてういうふうに外からどんどん効かしてまあ白こういうふうにまあこうなんですけど取りに行った時にまあ例えばこういうふうに大きいところを打ちましてまあ白解消ぐらいですよね。でこういうふうに打ちまして隅取られたんですけどまあ結構外側から効かしてますしまあ白が隅取ってる間に。 左下の大きいところ両掛かりしてますのでこれは全局的に判断すると黒全然悪くないんですよねむしろ黒が不満のない黒よしの別れとなります。なので、まあ、黒としてはかなり気楽でこれすぐに取ってくるのは全然怖くないですよというそういう場所なんですね。だから白も取れる取りにいこうと思えば取れるかもしれないんですけどなかなか。 飛びに行くのは良くならないのでこういう風に打ってまあこの後は戦いになりますねで、この形のポイントとしては黒がすぐこういうところに打ってはいけないということなんですねこういう風に打ってしまうと白の下がった手がい1手の価値がある手になりましていい手になってしまうのでこれは黒が利かされなんですねだから黒としてはここはもう本当にギリギリまで打たないもう最悪捨てるぐらいの気持ちでだから厳しくこういう風に隅を守らないでこういう風に 上辺とか左辺の白石を攻めていくっていうこういう戦う気持ちが大事なんですねこの形っていうのは。なのでこの後は難しい戦いになるのかなと思いますね。だからこの形はですねこの狙いを知っていないと当然黒が悪くなってしまいます。だからこの取った後の戦いっていうのが非常に重要になってくるんですね。でもう一つはですね 取る手があるんですけど、僕のおすすめとしては、僕の個人的なおすすめとしては、この切りを取る前に一回切りを打つのがおすすめですね。この切りを一回打ってから取る。まあ、どうしてかというと、こうなった時に白が主張に抱える手がないんですよね。この場合、この右下に黒石が待ってますので、この主張は黒がいいんですね。白取れないんですね。一応。 ここまで来ると分かるかなと思うんですけど主張で取れないので黒がいいんですねだから主張がいいので一回切りを打ってからこっちに打つと。でこれ何がいいかと言いますと白こっちに押さえてくると思うんですけどこの時に黒から選択肢あるんですよね。まあ取ってもこの後は難しい戦いですからね。となと視聴に取れないので結構この急所切り急所に切りが入ってますのでこれ結構黒も。 互角にやれる戦いなんですね。これ互角の戦いになります。この後でここで黒から取りじゃなくてこっちに打つっていう選択肢もあるんですよね。まあ白が下がったら取ると、これ戻りますよね。またこういう風に打ってでこっちに打ってもやはり取ってまあこの後上辺と左辺両方白地弱いので。 これもね、黒が互角に戦戦える戦いなんですねで、ここで白が取るという選択肢もあるんですけどまあこれはね下に跳ねましてでもう一回入イましてでここでまあ生きぐらい打っときましてまあこれで隅の黒いきてますのでこの後は難しい戦いですね。まだ結構まだね左辺のね白の方とかも弱いので、まあ、これも互角にやれる戦いかなと思いますね。 だから、白としても、このハメ手を打つ条件として、この主張関係が、右下の主張関係が関わってくるので、ここはね、あの、ハメ手、あの、切りを打つ前に視聴関係というのはね、確認しておくのがいいのかなと思いますね。この取る前に、なんで切りがいいかっていうと、単に取っちゃうと、で、この瞬間ね、切る手が、あの、白が当ててきた瞬間切るのが間に合えばいいんですけど、 この瞬間だと、まあツいでくれれば手順戻るんですけど、これで手順は戻るんですが、この瞬間、後から切ると白が取ってくる可能性非常に高いんですね。これで頑張ってくるんですね。で、隅の黒が危ないので跳ね次ぐらいですね。で、ここで白が当てますと。で、ここで黒が継ぐのは、白に、 かけ継ぎぐらいをれれましてこれ白はね結構両方しっかりしてますけどまだこれ隅の黒はっきり生きてないですし結構外側もね心配なのでこれ黒がちょっと苦しい戦いなんですね。だからちょっとここで継ぎにくいので相場としては切りぐらいになりますね。切ってまあ取りぐらい白もこちらに打ってしっかりここの黒石を取ると。 でこれで一段落に思えるんですがここでちょっと黒が手を抜けないんですよね。黒がこちらにコスミもしくは一間飛びでもう一手補強してこれでようやく一段落というそういう形なんですね。これどうしてちょっと黒が手を抜けないかと言いますとですねここで黒が手を抜いてしまうと。 これ白からですねすぐに動き出していく手があるんですね。これ非常に有力な狙いなんですね。で一回動き出してこっちにねハサミつける、まあ、2の二につけていく手があるんですね。でこういうふうに打った時にこっちにも構わず掘り込んでくるんですね。で取りますと。でこういう逃げ出す手が全部コ材になるんですね。で、取っ まあ例えばこういうふうに黒がコウ材打ってもこれ解消されちゃうんですよね。これは結構ねね隅がひどい形になってますよねまあだから例えばこういうふうに継ぐとこれ鳥であればちょっとここ白からダメ詰めにくいので取りであればねこういうふうに押さえてて黒は全然怖くないんですけど。 この時に、取りじゃなくて、ここに打つ手があるんですね。で、取ります。で、またこれがコ材になりますと。で、取ります。で、取った時に、しつこく、しつこくこういう風に打って、こうにしてくるんですね。で、こういうまた、助ける手がコ材になると。で、取って、取って、こちらに貼ってですね。で、黒がこちらの、 こちらに取った瞬間に、これよく見てみるとですね、これ黒が隅だけではもう、息がない形になってるんですよね。これ生きる手がないので、つまりここを生きないということで、ここの白石が助かってしまうと、隅が自動的に死ぬんですね。で、こういうふうにどんどん剥われて、これはですね、隅の黒が生きてないので、黒が非常に苦しい戦いになるんですね。 この2線の逃げ出しが相当厳しいのでちょっと黒が手を抜けない形になってるんですね。なので結論としてはここにいっているんですけどちょっとね黒が手かかりすぎなのでま白が不満ないのかなというそういう分かれになるのかなと思いますね。後から切ると抜かれてしまってちょっとね黒苦しい戦いになるんですね。だから 先に切りを打って視聴がいい場合ですね視聴がいい場合は先に切りを打って取るのが僕のおすすめですねというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました